今日は全国的に冬のような寒さになっています。新潟では観測史上最も早い初雪になりました。この寒さをもたらしているのが今シーズン一番の寒気で、このように日本列島をすっぽりと覆っています。今シーズン一番の強い寒気が冬型を強め、昨日の午後から今朝にかけて日本海側は各地で雪になっています。盛岡や山形、新潟は初雪となり、新潟では観測開始以来最も早い初雪となりました。11月の2日にこれだけ降ったのはちょっと覚えないですね。関東でも厳しい冷え込みとなり、水戸と宇都宮では初霜を観測。いずれも去年より2週間以上早い初霜です。山では雪も降り、群馬県の浅間山や榛名山、赤城山では初冠雪となり、榛名山は平年よりも1ヶ月以上早い雪化粧となりました。ただこの寒さも明日の朝までです。明日の日中は冬型が緩み、秋らしい過ごしやすい陽気が戻る見込みです。